本日は松市歯科医師会の坂会長よりお話を伺います。皆さんこんにちは。松市歯科医師会からのお知らせです。今回はフレイルとオーラルフレイルについてお話しいたします。加齢に伴い心と体の機能は徐々に低下し、不活発な生活が続くと虚弱に傾きながら、自立生活もできにくくなり、放っておくと介護が必要な状態になってしまいます。全国民への予防意識を高めることも視野に入れ、この虚弱、英語でフレリティと言いますが、このことをフレイルと呼ぶようになりました。特に滑舌低下やわずかなむせ、噛めない食品が増える、口の乾燥など、ほんの些細な症状で始まるお口の虚弱をオーラルフレイルと言います。その原因として、誰かとお話をしたり、一緒に活動したり、食事をするなどの社会性の減少、運動不足、バランスの偏った食事、歯・口の定期的な管理不足などが挙げられます。現在の自粛生活が続いている状況下では、口腔機能が徐々に低下していき、オーラルフレイルの進行が心配されます。早いうちからこれらの症状に気づき、予防に努めれば、病的な状態に至らずに元に戻れる可能性が高まります。オーラルフレイルの進行を防ぐために、丁寧に歯磨きを行い、お口周りのストレッチや唾液腺のマッサージなどをお勧めします。また美味しく快適にバランスの良い食事ができれば、免疫力も上がって感染予防にもつながります。もしお口に不具合があれば、かかりつけの歯科医に相談しましょう。ありがとうございました。